久しぶりです。ミルキーフランス研究家の寺港みやびと申します。山崎のダブルフランスサンド練乳クリーム&ホイップ、久しぶりにミルキーフランスを行ってみますよ。ミルキーフランス研究家が調べるミルキーフランスはどんなものか皆さんもご存知でしょうけど、この白いふわふわの感じ、前ねダブルメロンっていうのを紹介して、右も左もメロンじゃんかというですね、なかなかの挑戦状を受け取ったことがありますけども、クリームですね、白いクリーム、こちらが練乳ですね、黄色がかったクリームです。いただきます。このトリコロールな感じのフランスっていう感じがします。今のこうやって黒金してもいいぐらいですよね。白のところにどうですかこの黒金、こういう感じで、あ、雪降ってきましたね、やっぱりふにゃふにゃ、ちょっとすごい降り始めましたから引き上げますわ。とりあえずごちそうさま。じゃあみんな気をつけて。